どうもこんにちは、ラキです。今回は僕がフォークリフトの実技講習に行ってきた感想をお話ししたいと思います。まあ結論から言いますと、まあフォークリフトは本当にセンスが問われるかなって思います。センスが本当に全くない人は本当いくら練習してもなかなか操作になれなかったり、もうなんか大事なとこを見落としたり、やっぱ運転のセンス、そこはすごい問われます。あとやっぱ指差し確認、前方よし後方よしとかね、そういう確認事項とか60数箇所あるんすよ。もうめちゃめちゃ覚えるの大変なんですけど、まあ何回も練習してればまあなんとかなります。まあ試験もね、そんなに緊張はするんですけど、まあ練習通りやれば全然問題ないと思います。で、僕がすごい一番大事だなと思ったのが、あの仲間を作ることです。だいたいグループで分かれて実技講習するんですけど、そのグループ、自分のグループの人と仲良くなっちゃうと、そのいろいろ教え合えたり、あとテストをやりやすかったり、まあその練習とかやりやすかったりするんで、で3日間あるんで、やっぱ仲良い方が楽しいじゃないですか。なんで絶対にこの仲良くなる、メンバーと仲良くなるっていうところは抑えてください。これは本当に大事です。お互いに感想を言い合ったりできてすごい気が楽になります。あとね、もう一つ大事なのが、教官と仲良くなる。これ本当に大事です。教官と普通にこう会話できるレベルで仲良くなると、もういろいろアドバイスしてくれて、実際めちゃめちゃそこで差がつくと思います。コミュニケーション能力ない人だと、本当にある人とない人じゃ本当に差が出るんで、まあ頑張って、こう今日天気いいですねとか、今日天気悪いですねとか、暑いですね、寒いですねとか、そういうところからまず始めてみてください。最後にまとめなんですけど、僕がその実技講習で一番大事だと思ったのは、やはり仲間を作ることです。仲間さえ作っちゃえばあとはどうにでもなると思います。学科試験はまだなんで、まあ、学科も別に実技より学科の方がまだ簡単だと思うんで、まあ頑張っていきたいと思います。また学科の試験が終わった後もまたご報告動画を撮りたいと思います。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。